1964年に登場した関西電力の無機乗電車である。本校では、造備車として1969年に登場した2 0 0 k 無機乗電車についても記述する。1964年の関電トンネルトロリーバス開通時に6両が製造され、その後造備車として1966年から1968年に、 かけて4両が製造された。車体は大阪車両工業で、側面窓は上段 H ゴム固定、下段一段上昇式のバス窓が 870mm ピッチで10個並んでいる。床構造は 18mm 厚の難年性合板を使用している。上高扉は車体前端左側の1箇所で折り戸が採用された。 右側後部には 400mm 幅の非常口が設置されている。車内は前向きシートで、客用扉側、非常口側とも2人掛け座席が11脚配置され、最後部座席は5人掛けとなっている。冷房装置は設置されておらず、天井に通風機が設置されている。2 0 0系の製造後、本形式の一部については、 中扉の増設と座席配置の変更を行ったため座席定員が減少している。主制御機は東芝製で弱めかい実機の抵抗制御方式である。終電装置は屋根状に設置されたトロリーポールで先端部はスライダー式となっている。足回りは不装ブランドの大型バスと同等で三菱自動車工業により製造された。 変速機はなく、変速機は1段固定、主管制御機は14段、アクセルペダルの踏み込み角度によって進む段操作を行う手動診断式で、運転席のメーターパネル上部にはアクセル踏み込み量に応じて点灯するパイロットランプが10個装備されている。サスペンションは四輪リーフリジットとなっていた。正面の前面窓上部にはワンマン表示と、 方向膜が設置されているが、方向膜は、大木は黒部ダムで固定されている。関電トンネルトロリーバスの乗客ゾーンに対応するべく、100型を使用変更した車両で、1969年から1973年までに五両が製造された。上高扉は、車体中央に外吊り式両開き引き戸が設置され、100型で上高扉だった前扉は、 乗務員専用となり、ステップも省略された。また、車内は、オールロングシートとして収容力を増加させた。それ以外の仕様については100型と同様で、外観上もヘッドライトベゼルが、楕円型になった程度である。1974年度には1 0 0系2 0 0系の全車に、列車誘導無線装置が設置された。 100型は1976年から1979年、200型は1979年から1981年にかけて、車体の改修工事を受け、改修が終わった車両の車番には、銃が足されている。この改修工事により、100系のうちの6両は、乗降時間の短縮を図るために、車体中央部に、外吊り式両開き引き戸が設置された。 同時に、車内右側の座席が二人掛けから一人掛けのものに取り替えられ、座席定員は減少している。また、200型は1988年から1991年にかけて、車体全端の乗務員扉を拡幅し、営業時の乗降扉とする改修が施された。扉には、折り戸が採用されている。この改修工事の結果、100型と200型では、 外観上の異がほとんどなくなっている。メキシコシティへ上とされた、車体関電トンネルトロリーバスの開業以来、同線の主力車両として使用されてきたが、最新造備車でも製造から20年が経過したため、1993年から300型に置き換えられることになり、1998年までに全車両が廃車となった。廃車後、全車両が、 メキシコシティへ無症状とされた。ありがとうございます。